ここが好きだよ日本人へようこそ。日本の国民食とも言われるカレー、カレーが嫌いだという人はめったにいないことは誰しも認めることでしょう。もともとはインド料理、そのインドと日本の結びつきは実は戦前から始まっています。1910年代のインド独立運動の指導者ボースをかくまった新宿中村屋、中村屋はこれを機にイギリス方式のカレーではなく日本初の純インド式のカレーを始めたのです。インドと日本の強い結びつきは時を超えて続いています。今回は日本人の若い旅行者との触れ合いから日本に関心を持ち、日本でインド料理店を開くまでになったインド青年のお話です。僕はアニク、21歳。インド人だけど日本で生まれたんだ。父はインドで母は日本。半分はインドで過ごしたから正真正銘のハーフってところかな。今は日本でインドレストランを3軒開いてるんだぜ。父が日本で店を開いたのはもう25年前にもなるんだ。日本生まれの僕がインドで過ごしたのは父の言いつけなんだ。インドで実生活をしっかり体験し、インドの歴史と食文化を体に染めてこいというのが父の考えさ。父にすればいずれ自分のインド料理の店を僕に引き継がせるには、インドを知らなかったらきっと潰してしまうだろうって思ったんだ。日本で生まれた僕がそのままずっと日本で過ごしていたらもうインド人じゃないだろう。父はそれが心配だったんだ。父が日本を嫌いだったからじゃない、正反対で日本大好き人間なんだよ。ただあくまで故郷はインド、日本とインドの架け橋になりたい、その思いを僕にも持ってもらいたいと思って、インドでの生活をさせインド人であることを忘れないように仕向けたんだ。そのおかげで僕も大の日本好きになったんだ。普通の日本人より何倍も日本大好きだと言えるぜ。日本生まれの僕がずっと日本しか知らなかったら、おそらくこんなに日本大好きにはならなかったと思うんだ。人生の半分をインドで過ごし、インド人の魂を持ったからこそ日本の良さが本当に分かることになったんだと思うんだ。日本人でも外国に行けば日本の良さが分かったということがあるだろう。それと同じことさ。僕の場合は旅行ではなく、インドで働き、学び、生活をした経験をしているから、もっと本格的に日本好きになったということになるね。そんな父がそもそもなぜ日本に来たのかって？実はそれが、僕が今日本でやっていこうという思いの源なんだ。ここからは何度も聞かされた父の少年時代、そして若くして外国人宿を切り盛りするようになった頃の話をしよう。父がなぜ日本大好きになったかがわかるよ。父はインドの田舎海岸にある小さな旅宿の長男だった。妹が2人いるんだ。僕から見たらおばさんだね。父のお父さん、つまり僕のおじいさんの生まれ故郷でもあるんだ。おじいさんは若い頃、インドの大都市カルカッタ、今でいうコルカタで料理人修行をしながら働いていたんだ。お金を貯めて故郷に帰ると小さな旅人宿を開いて結婚し、父が生まれたってわけさ。当時は1970年代、世界から若い旅人たちが自由な旅を目指してインドに押し寄せていた。かのビートルズがインドに関心を持ったことも大きかったんだ。片田舎だけど、
ヒンディーの宗教遺物があったから、敬虔なヒンディーは年中訪れていたんだけど、外国人が来るようなところではなかったんだ。でもインドブームがあって、インドの大観光地、大都市に飽きた旅行者たちがちらほら訪れるようになっていったそうだ。コルカタのレストランで働いていたおじいさんは英語が少しできるようになっていたので、英語がわかる宿だという口コミで外国人の女王宿のような存在になっていったんだ。気さくで明るい性格のおじいさんは外国人旅行者に大人気だったそうだよ。朝食ができたっていう声がけに部屋を訪れる時には、庭の花を一輪携えて眠気まなこのお客さんに手渡したり、洒落たことをするよね。料理の腕も確かだったそうだ。インド人はあまり食べない卵料理が得意で、それもここがインドだということを忘れるようなかっこいいプリンを作るんだって。デザートで出るこのプリンが後に世界で発行されるインド個人旅行ガイドブックに載るくらいにまでなったんだぜ。1980年代に入ると、その田舎町にも見慣れない顔の外国人が現れるようになったんだ。それが若い日本人たちだった。当時、町の人たちは日本がどこにある国なのかも知らない人ばかり。でも、それまでの白人旅行者とは全く違った風情に、みんな日本人が大好きになっていったというんだ。欧米人とどこが違っていたかって？たくさんあって、どれから話そうかな。ちょっとびっくりする話をしようか。それは、日本人の若者が挨拶を返すということだったんだ。ハローといえば、ハローと返事してくれる。これが本当にインド人もびっくりなことだったんだぜ。欧米人もたくさんインドを訪れていたんだけど、挨拶をしても返事をしてくれる白人は当時皆無だったそうだよ。彼らもインドに関心を持ってインドに来てるんだけど、それは遊園地か動物園にでも来て観察しているような気分だったんじゃないか。対等な人間として見ていなかったという気がするね。日本人と来たらインド人同士がやるように自然に挨拶を返してくれる。それが一気に街に広まり、まあとにかく日本人を見かけたら、ハロージャパニー、ハロージャパニーという声が聞こえてくるありさまになったんだ。それでも日本人はいつでもニコニコして返事をしてくれたんだっていうぜ。中にはむっつりした人もいたんだと思うけどね。まあとにかく日本人に対する親近感は大ブームになったんだ。それまでもまるで外国人宿になっていたおじいさんの宿は、今度は町で一番の日本人のたまり場になっていくんだ。それにはおじいさんの信じられないもてなしのせいだったって日本のガイドブックにも書かれているんだぜ。例えばこんな風に、もう何ヶ月も日本を離れてた時、聞き覚えのある音楽が聞こえてきて目が覚めた。確かによく知っている曲だ。すぐに頭がついていかない。やっとそれがユーミンのあの日に帰りたいだと気づいた時には涙が溢れていた。日本に帰ろう、そう思った。おじいさんは朝食ができた知らせとして日本人が置いていった日本のテープを流したんだ。こうした数々の心のこもったもてなしが日本人に感動されていったんだ。面白いことに、この宿でみんな日本へのホームシックにかかってしまい、ここを最後に日本に帰ろうという決心をする宿になっていったというぜ。父は16歳になるとお父さんの志を継いで宿を切り盛りするようになっていったんだ。その頃はすでに日本人旅行者の常宿と化していた頃、父はほどなく日本語を操れるようになったんだ。父は詳細があったぜ。町の特産のおいしい食べ物を流暢な日本語で紹介しては商店でそれを買い込み、
宿の調理場で仕込みをしてお客に提供することを始めたんだ。料理の腕はおじいさん仕込みだからお客は大満足。宿の売り上げはうなぎ登り。それまでは小さな妹たちも総出で宿の手伝いをしていたけれど、きちんと学校に通えるようになったんだ。父の商売の上手さは認めるけれど、それだけじゃないんだよ。おじいさんから学んだ心よりのもてなしは忘れなかった。ビジネスとしてというより生まれつきおじいさんから引き継いだ誠の心持ちだと思うね。でもいいことばかりではなかったんだ。ある悲しい事件が起こる。田舎町のこと、そんな景気のいい店を憎む連中が悪さをするようになったんだ。おじいさんも警戒していたんだが、ある時地元の警察の襲撃を受けたんだ。架空の脱税容疑をでっち上げられ、おじいさんが大切に使ってきた料理用具や宿の備品を取り押さえと称して一切合切を持ち出されたんだ。後に町のバザーでそれが売られているのを見つけた時は、さすがのおじいさんも泣きながらそれを買い戻したというよ。そんなことがあっても、捨てる神あれば拾う神あり。おじいさんに世話になっていた町の若者や次々訪れる日本の若い旅行者から物心両面の支援を受けて、ほどなく宿の経営は復活できたんだ。当時の警察の責任者が別の横領事件で通報されたのを聞いたのもすぐのことだったな。16歳の父は支援してくれた日本人に心から感激したんだ。インド人を差別することなく対等に応じてくれる日本人、挨拶さえしようとしない白人とは大違い。警察の襲撃を受けた時も親身になって支援をしてくれた日本人、自分が出す料理の価値を心より受け止めてくれる日本人。父は日本に強い憧れを持つようになったんだ。僕は日本語が喋れる。そうだ、読み書きも覚えて日本に行こう。日本で仕事をして父に恩返しだ。18歳になった父ははっきりとそう決心したんだ。宿を訪れる日本人に読み書きを教えてもらうようになった。もちろん料理をサービスして対価を払うことは忘れなかったよ。僕の見るところ、熱心で飲み込みも早い父は教える方の日本人も楽しめたはずと想像してるんだ。そして20歳の時、初めて日本にやってきたんだ。憧れの日本、優しい日本人たちのいる国。聞いてはいたが信じられないことばかりだった。実は飛んでるんじゃないかと思えた新幹線、クラクションも鳴らさず紳士的に走る美しい自動車、ゴミ一つない地下鉄、値引き交渉なしで安心してできる買い物。想像していた以上に夢のような国だった。父はこの話をするとき、本当に夢を見ているような顔つきをするんだぜ。自分にできることは、おいしいインド料理をこの日本人たちに振る舞うこと。そう心に決めていた父は、旅人宿のファンだった日本人と一緒にインド料理店開設に向けて早速動き出したんだ。いろんな困難があったっていうよ。人を雇わないといけないし、商習慣の違いから失敗もたくさんしたんだ。でもその時は、宿が理不尽な襲撃を受けた時、日本人が手を差し伸べてくれたことを思い出して歯を食いしばって頑張った。父の頑張り精神に、おじいさん譲りの明るい性格、何よりも日本人の持つもてなし精神があふれる父のお店は次第に繁盛することになっていったんだ。そんな店はどんなインド料理店にもなかったからね。僕の好きな日本語は一期一会。
誰と会ってもそれが生涯たった一度の出会いかもしれない。それならむしろ最善の礼を尽くしてその人との時間を深く過ごそう。それがおもてなし。僕のおじいさん、父、そして僕、日本と関わりを持って得た幸福はこの言葉が教えてくれていると思うんだ。将来僕が独力で店を持った時は、店の名前はこの言葉をヒンディーで表したものにするつもりなんだ。東京オリンピックで一躍知られるようになった日本語、おもてなし。この言葉が知られる前から世界は気づいていたのです。世界各地で知らず知らず日本人が体現していた貴重な日本精神、日本にずっといるからこそその重要性に気づかないこともあります。失って初めて大切さがわかるのは親や健康、失う前に気づくべき大事な日本精神も外国人だからこそわかる。外国人に日本を学ぶ意味はここにもあるのです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。